はい、望月凛です。今回は高校を中退後、数年間肉体労働者として働いた後にビジネスマンとして成功したブライアン・トレイシーさんの書かれた世界的ベストセラーであるカエルを食べてしまえを解説していきます。この本は一言で言うと、自分の望むものを手に入れる方法を教えてくれる本だ。自分の望むものを手に入れる方法か。ああ、お前は今自分の願望に近づくような重要なことをやっているだろうか。重要なことか。正直何が重要で何が重要じゃないのかすら考えたこともないですね。毎日のほほんと生きています。うむ、ということはお前は望むものが手に入っていないだろうし、これから先も手に入れることはできないだろう。え、なんでですか？なぜなら物事は重要な2割のものと、どうでもいい8割のものに分けられて、そのうち重要な2割のことに注力しなければ結果が出ないからだ。あ、ピンとこないな。例えば、モテたいという目標があったとしようか。はい。であれば大事な2割のことは、清潔感のある見た目や相手の話を聞くこと、正しい倫理観を持つことになるし、実際にこれがないとモテないだろう。そうですね。一方、どうでもいい8割のことは、サングラスをかけるとか髪を染めるとか、ハイブランドの服を着るとか高級腕時計をするとか、ピアスをつける、ネイルをする、香水をつけるということになる。ここはモテるためにしないよりはした方がいいかもしれないが、後回しでいい部分だ。なるほど、わかりやすい。今はモテで説明したが、これは仕事にも全く同じことが言える。へえ。自分が望む結果を出す人は、どうでもいい8割のことには目も触れず、この重要な2割のことに一心不乱に取り組んでいるのだ。たとえそれが大変だったり難しいことであっても、重要な2割のことはさっさとやってしまう。それが結果を出す人だ。一方、結果が出ない人は、重要な2割には手をつけずに、どうでもいい8割のことばかり取り組んでいる。俺か。そうだ。ちなみにこの本のタイトルであるカエルとは、あなたにとって最も難しく重要な仕事、大きく自分にとってプラスになる仕事のことだ。つまり大事な2割の部分がカエルってことなんですね。そうだ。でもなんでカエルが重要なことなんですか？それは自分にとって重要な2割のことは、大体の場合、行動するのが怖かったり辛いものが多いからだ。なるほど。確かにカエルを食べるのは辛いことですもんね。ああ。ってことは、俺の願望が叶わないのは、毎日この2割の重要なことをないがしろにして8割のどうでもいいことばかりやっているからなのか。まさにそういうことになる。今日の授業を受ければ、そんな自分の望むものを手に入れる方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、まず何を成し遂げたいのかをはっきりさせる、だな。まず何を成し遂げたいのかをはっきりさせるか。ああ、なぜまず何を成し遂げたいのかをはっきりさせるのかというと、それは目標がはっきりしていないと願望が叶うことはないからだ。え？例えばこれからどこに向かえばいいのか分かっていない船や飛行機があったとしたら、フラフラしてしまうだろう。確かにそうですね。そうなると目的地にたどり着くことはできない。同じように成し遂げたい目標がなければ、そこに向かって行動を起こせないから、目標を成し遂げることもできないのだ。なるほど。でも僕は自分が何が欲しいのかわからないんですよ。そもそも欲しいものなんてないのかもしれないです。まるで目的地のない飛行機のようにフラフラ生きています。うむ、安心しろ。この本には、目標をはっきりと書き出すことのできる人はわずか 3% 程度しかいないと書かれている。つまり 97% の人は、お前と同じように自分が何を成し遂げたいのか分かっていないまま、ただ漠然と生きているのだ。俺の仲間そんなにいるのか。というか、そもそも全員が成し遂げたい目標なんて持つ必要があるんですかね。それは必要だぞ。え？もちろん今何をするべきか分からなかったり、一つのことをやりきって充電期間としてぼーっとするのはありだぞ。あ、はい。だが、いつまでも充電期間としてぼーっと生きていると、どんどん怖いことから逃げて、楽な方へ楽な方へと流されていってしまう。まるで老後に何もすることのなくなった老人が、ぼーっと昼間からニュースを見て酒を飲むような感じだな。なるほど。そうなると人生は右肩下がりになっていき、充実感も消え失せてしまう。そうか。それに必ずお前にも、ここ、もっとこうしたいという願望があるはずだぞ。それを思い出すのだ。願望か。なんか恥ずかしかったので言えなかったんですけど、まあモテたいですね。あとはお金持ちになりたいです。ほら、あるじゃないか。あ、はい。
まずはカフェにでも行ってコーヒーを飲みながら紙とペンを用意して自分の願望をできれば具体的に書き出してみるといいだろう。紙に書くか。ああ、紙に書くのは自分との対話になるからな。この時目標をはっきりと決めておくことだ。はっきり？つまりお金持ちになりたいではなくて年収1000万円稼ぎたいという具合だな。へえ。いいか、この世の大体のことはチャット GPT や Google で検索すれば答えがわかるが、自分が何を成し遂げたいのか、自分が欲しいもの、なりたいものという最も大事な質問にはチャット GPT も Google も答えてくれない。確かにそうですね。本当はニュースとか雑学なんかより自分が何を成し遂げたいのかを知ることが一番大事なことなんだ。なぜならさっきも言った通り、自分の願望が分かれば今何をするべきなのかが分かるようになるからだ。ここでは何を成し遂げたいのかをはっきりさせるということを覚えておいてくれ。分かりました。次は行動する前にしなければならないことをリスト化するだな。行動する前にしなければならないことをリスト化する？ああ、なぜ行動する前にしなければならないことをリスト化するのかというと、人は自分がするべきことを忘れてしまうからだ。え？例えばスーパーマーケットに行って、あ、ティッシュ買うの忘れたとか、味噌を買うの忘れたという感じで買うべきだったものを買い忘れてしまうことはないか？ああ、ありますね。この前もハンドソープを買い忘れてしまいました。うむ、このように人というのはやるべきことを今覚えていても数時間後にはすっかり忘れてしまうのだ。なるほど。ではどうすれば買い忘れを防げると思う？メモに買うべきものを書いて買い物をするときにチェックすることですね。その通りだ。同じように自分の願望を叶えるための行動をメモに書いて持っておいて、毎日行動する前にチェックする必要があるんだ。そうか。そうすればど忘れしたりせずにその行動を取ることができる。だるくても眉毛を整えたり、転職先を探したり、婚活に行くことができる。このように願望を達成させるために必要な行動をできる限り書き出したリストを作るのだ。そしてそれを行動する前に毎日チェックする。あとはリストに書いてあることを毎日一つずつでいいから実行していくことだ。はい。この時いきなり大きなことをやろうとしてもうまくいかないから、小さくコツコツやっていくことが大事だな。実際に哲学者でもある老子は千里の道も一歩からと言っている。いきなりモテるのは難しいから、まずは散髪とか眉毛を整えることから始めるべきかもしれないですね。ということで、行動する前にしなければならないことをリスト化するということを覚えておいてくれ。わかりました。次は先に大事なことからやって、どうでもいいことを後回しにするだな。先に大事なことからやって、どうでもいいことを後回しにする？ああ、なぜ先に大事なことからやってどうでもいいことを後回しにするのかというと、それはやるべきことを全てやる時間などないからだ。え？例えばやりたいゲームやデートに行きたい女の子をあげればキリがないだろう。確かに。そこで先に大事なことからやってしまうことだ。大事なことって？最初に言ったように、この世の中のことはだいたい80対20の法則であるパレートの法則が当てはまることが多い。ん？これは全体の 20% の大事な行動によって結果の 80% が決まるという法則だ。例えば 20% の顧客によって売上の 80% が決まり、 20% の商品やサービスによって収益の 80% が決まるというイメージだな。はいはい。そのため、お前の願望を叶えるために行動するべきことが10個あるのであれば、そのうち2つがとても重要なことで、残りの8つはどうでもいいことになる。なるほど。この2つの重要なことをまずはやりなさいってことですね。そうだ。だがほとんどの人は重要な 20% の仕事を後回しにして、大して重要ではない 80% の取るに足らない仕事ばかりやってしまうことが多いのだ。なんでですか？なぜならこの重要なことというのは恐ろしく難しくてめんどくさいことが多いからだ。へえ。そのためいつもどうでもいい8割のことばかりに時間を使う人は多い。その結果、大事なことを行動する時間がなくなってタイムオーバーになってしまうことがあるのだ。なるほど。ちなみに大事なこととどうでもいいことを見極める方法ってないんですか？あるぞ。2割の重要なことは行動するのが怖いものだが、その代わりに達成感があるし、長期にわたって人生に大きな影響を与える。逆に8割のどうでもいいことは行動するのが怖くない代わりに、大した達成感は得られないし、人生に短期的な影響しかないのだ。短期的な影響か。
ああ、例えば彼女を作るという目標があったとして、声をかけるという行動はかなり怖いだろう。確かに怖すぎますね。そこで本当はどうでもいいヒゲのセットなどに多くの時間を費やしている人が多いということだ。死ぬほど共感できるな。だから自分の行動リストの中から重要な 20% の仕事は何かと常に自問自答する必要があるんだな。行動するべきリストの中から重要な2割のことを選び取って勇気を持って行動を起こすことが、人生で成功を収めるための大きな鍵となるのだ。ここでは先に大事なことからやって、どうでもいいことを後回しにするということを覚えておいてくれ。わかりました。次ははっきりとした将来像を持って行動するだな。はっきりとした将来像を持って行動するか。ああ、なぜはっきりとした将来像を持って行動するべきなのかというと、それは人生を長い目で見ることで恐怖やめんどくさい気持ちに流されずに行動することができるからだ。確かに行動するのって怖いですよね。僕なんてマッチングアプリをすることすら怖いですよ。うむ、その他にも会社を辞めて転職したり副業を始めることもとても勇気がいることかもしれない。このように今この瞬間だけを見ていると、人はなかなか怖くて行動できないのだ。はい。しかし5年後、10年後に自分はこうなっているというはっきりとした自分の将来像を持っていれば、怖くても行動に移すことができる。なぜなら今の怖い行動が自分の理想の未来に通じているからだ。確かにそこから逃げたら自分の理想から遠ざかるだけですもんね。そういうことだ。だからもし勇気がなくてなかなか行動に移せないのなら、一度はっきりとした自分の将来像をイメージしてみることだ。そうすれば今めんどくさいことや辛いことでも淡々と行動することができる。ちなみに将来像ってどれくらい先のことですかね。5年10年先のことだな。結構先だな。ああ、成功する人は自分の未来像をはっきりと持っているものなのだ。自分の理想の未来像がはっきりすればするほど、今やるべきこともはっきりする。そして行動せずにはいられなくなる。ここでははっきりとした将来像を持って勇気を持って行動するということを覚えておいてくれ。わかりました。次は期限を設けて自分を追い込むだな。自分を追い込むか。ああ、なぜ期限を設けて自分を追い込むのかというと、それは期限がない状態だとなかなか行動に移すことが難しいからだな。さっき言ったように、重要なことは大抵行動するのが非常に怖いし面倒くさいものなのだ。だから人は時間があればあるほど行動を先延ばしにしてしまう。期限がないということは焦らなくていいということになりますもんね。そうだ。そうなるとついついサボってしまうのだ。ほら、夏休みの宿題とかも追い込まれていないとなかなかやる気にならないだろう。確かに夏休みの後半に慌ててやってましたね。それと同じように、自分が本当にやるべきことをやるときは期限を決めて取り組むのがいいんだ。例えば結婚するなら35歳までにとか、30歳までに独立するとか、お笑い芸人としてあと3年やって売れなかったら別の道に進むという具合だな。なるほどな。ちなみに期限はどれくらいがベストなんですかね。うむ、基本は少し自分を追い込ませるような期限を設けておくといいな。追い込ませるか。ああ、というのは期限が短ければ短いほど工夫したり頭を使ったりして短期間でより多くの仕事をやり遂げようとするからだ。ほら、例えば旅行で7日間タイにいたとしたら、だらだらといろんな場所を回ることができるが、もし1日しかないのなら絶対に行きたい場所に効率よく行こうとするだろう。確かに時間が短いからこそ頭を使いますね。そうだ。このように期間は長ければ長いほどいいというわけではないのだ。もしお前がなかなか行動できないのなら、期限で自分を追い込んでいないからかもしれないぞ。確かに期限を設けたことがありませんでした。ここでは期限を設けて自分を追い込むということを覚えておいてくれ。わかりました。次は行動する前にデスクの上を片付けるだな。デスクの上を片付けるか。ああ、なぜ行動する前にデスクの上を片付けるのかというと、デスクの上が散らかっていると作業をするときにもたついたり気が散るからだな。実際に必要なものがなくて5分探し回ったり、もしくはデスクの上に置いてあった漫画を見て1時間無駄にしたり、デスクの上のスマホが鳴って LINE を友達としてしまったことが誰にでもあるだろう。ありますね。何かしなければいけないことがあるときほどゲームしたくなったりスマホを見てしまうんですよね。それと同じだな。もし簿記の資格を取りたいとか東大に受かりたいといった目標があるのなら、
机の上はそれに必要なものしか置かないことだ。ある意味ミニマリストのように必要最低限にしておくといいだろう。ぬいぐるみは？いらん。スマホは？いらん。なるほど。でもお金がないので、うちの椅子は座り心地が悪いし、机はいちいちギシギシ音が鳴るんですよね。それは NG だ。いちいち気が散るからな。その場合はカフェで仕事をするのがいいだろう。もしくはお金を使って椅子や机を買い替えることだ。集中力がなければどんな願望も全て絵に描いた餅になってしまうからな。スマホゲーに課金する前に自分に課金しろ。わかったな。はい。ここでは行動する前にデスクの上を片付けるということを理解しておいてくれ。了解です。次は朝一番に最も困難で重要な仕事をやっつけるだな。朝一番に最も困難で重要な仕事をやっつける？ああ、なぜ朝一番に最も困難で重要な仕事をやるのかというと、それは大抵の人が最大の力を発揮できるのは十分な睡眠をとった後の朝の時間帯だからだな。やっぱり朝か。ああ、実際に成功者の多くは早起きだ。例えばナイキの元 CEO マーク・パーカーは5時に起床するし、アップルの CEO ティム・クックは4時半に起きる。スターバックスの CEO ハワード・シュルツも朝4時半に起き、6時には会社に出社している。みんな早いな。ちなみに日本の経営者はどうなんですか？ふむ、ココイチの創業者である宗次徳次さんは毎朝午前3時55分に起床しているし、ユニクロの柳井正さんも朝6時に起床している。なるほど、やっぱり早いですね。でも夜型の成功者もいますよね。もちろん、たまに午後や夕方、深夜に最も集中して仕事ができるという人もいるな。だがそれは稀だ。基本的には人は朝起きてから夜になればなるほど疲れていて、エネルギーや意欲がなくなっていってしまう。そのため朝にやれなかったことを夜にやるのはほぼ不可能だ。へー。特に一番ダメなのは、朝やれなかったのが心残りで、疲れ切っているのにもかかわらず、なんとか取り戻したくて夜更かしをして頑張ることだな。それ結構やっている人いますよね。受験生とか。はあ、それは周りに俺頑張ってますよアピールはできるかもしれないが、ことをなすことはできない。なるほどな。でもほとんどの人は朝9時から会社で仕事するわけじゃないですか。どうすればいいんですか？それなら朝5時か6時に起きて、3から4時間を自分の願望のための行動に使うといいだろう。なるほど、絶対に朝なんですね。そうだ、そこは譲れない。実際に有名なフロリダ大学のアンダース・エリクソン博士の研究によると、世界的なパフォーマーが特に集中を要する練習に充てる時間は1日約4時間に制限していることが分かっている。へー、たった4時間でいいのか。ああ、つまり夢を叶えるためには朝の4時間あれば十分なのだ。それを毎日続けることだ。ということで、朝一番に最も困難で重要な仕事をやるということを覚えておいてくれ。わかりました。次は SNS やニュースを見るのを最小限にするだな。 SNS やニュースを見るのを最小限にする？ああ、なぜ SNS やニュースを見るのを最小限にするのかというと、それはどうでもいいことに時間を浪費してしまうからだ。時間の浪費か。確かに SNS とかニュースって見始めるとキリがないですもんね。僕はもう朝起きて一番最初に見るのが Twitter になっていますよ。みんなが何に怒っていて、何に興味を持っているのか知ることができるので。ふむ、実際に今は常に LINE や SNS をチェックして、何かに取り憑かれたように知っておくべきことはないかチェックしている人は多い。まるでそのニュースを知らなければ死んでしまうんじゃないかというくらいに知ろうとしていますよね。そうだな。だがそんなの知らなくてもいいことなのだよ。え？仮にお前が1ヶ月どこかに出かけて通信機器に触れることがなかったとしても、何も困らないはずだ。むしろ困らないどころか、暗いニュースを見る機会が減るからポジティブでいられるだろう。なるほど。でもたまに本当に重要なこともあるじゃないですか。もし本当に重要なことなら、手紙か何かが家に届いて知らせてくれるぞ。まあそうか、年金の紙とか家に来るもんな。はあ、時事ネタや芸能ニュース、凄惨な事件を知るよりも、お前が知っておくべきなのは、今日自分の願望に通ずる行動を取れたのか取れなかったのかだ。それが最も重要なことなのだ。なるほど、確かに。でもニュースって面白いじゃないですか。まあな。だからどうしても見たいのなら夜に趣味で見てもいいと思うが、
朝の仕事モードの時はニュースとか SNS は絶対にやめた方がいいだろうな。ここでは SNS やニュースを見るのを最小限にするということを覚えておいてくれ。わかりました。最後は自分の足を引っ張っているものの正体をはっきりさせるだな。自分の足を引っ張っているものの正体をはっきりさせる？ああ、なぜ自分の足を引っ張っているものの正体をはっきりさせるのかというと、それは足を引っ張るものがあると成果が出ないからだな。ちなみに大体どんなことにも大なり小なり足を引っ張るものがある。俺の足を引っ張っているものか、なんだろうな。ちなみにこの本には足を引っ張るもののうち 80% は自分の内側にあり、 20% が外的な要因だという。 80% が自分の内側か。ああ、例えば行動できないのは傷つくのが怖いからかもしれないし、めんどくさいとか眠い、もしかしたら慢性的な体調不良、もしくは人に邪魔されているとか、ライバルの存在とか、予算の問題、スキル不足とか、まあ理由なんていくらでもあるわけだ。そうですね。その原因を見つけ出してはっきりさせておけということだな。そして大抵の場合は怖いから行動できないのだろう。怖いか。ああ、そしたらなぜ怖いのか、何が怖いのかをはっきりさせておくといいだろう。それは初めてのことが怖いという理由もあるだろうし、人と会うことに対する恐怖、または自分の自信がないことによる恐怖もあるだろう。そういった自分の内面に潜む足を引っ張っているものの正体をしっかりと把握しておくのだ。ここでは自分の足を引っ張っている正体をはっきりさせるということを覚えておいてくれ。はい。まとめだな。自分の望むものを手に入れる方法。まず何を成し遂げたいのかをはっきりさせる。行動する前にしなければならないことをリスト化する。先に2割の大事なことからやって、どうでもいい8割のことを後回しにする。2割の重要なことは行動するのが怖いものだが、その代わりに達成感があるし、長期にわたって大きな影響を与える。8割のどうでもいいことは行動するのが怖くない代わりに、大した達成感は得られないし、短期的な影響しかない。はっきりとした将来像を持って勇気を持って行動する。期限を設けて自分を追い込む。デスクの上を片付ける。朝一番に最も困難で重要な仕事をやっつける。 SNS やニュース、テレビを見るのを最小限にするだな。特に気になった部分はあるか？そうですね、2割の重要な仕事は行動するのが怖い代わりに達成感があるし、長期にわたって影響を与えるという部分ですかね。確かに好きな人に思いを伝えるとか、転職するとか、独立するような時ってものすごく怖いですもんね。そうだな。逆に言うとあまり怖くない行動はそこまで重要なものではないし、短期的な影響しかないということになる。こう考えてみると、芸術家の岡本太郎が怖かったら怖いほど逆にそこに飛び込むんだと言っている意味がわかる気がするな。そうですね、昔から迷ったら怖い方を選べっていうのは、結局怖いものが自分にとって重要なことが多いからなんでしょうね。そうだな、なかなかいい考察だ。ありがとうございます。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。